勝手に今週の福山大学、どうもクラゲさんです。日が昇っても寒い今日この頃ね、12月の お寒い福山大学でございますが、この日がね今年最後の出勤でございましたね。もう学生さんも来ておりませんし、なんなら教員も在宅勤務でほとんど来てないという状況でございますけれども、クラゲさんラボではクラゲさんが片付けを行っておりますね。出しっぱなしにしていたから悪いんですけれども、出しっぱなしにしていたものを片付けて、なんかこのロッカーウエットスーツばっかりスペース取ってんな、うん、まあ、ウエットスーツも含めて、全てを片付けて、本も片付けて、そして、ね、今年最後の実験も行いましたね。最後の最後まで真面目ですね、うん、実験の様子を撮影してるだけで不真面目じゃねえかっていうツッコミはなしでね、はい、今年最後の、ね、大事な実験のお仕事も終わりましたね。全てのサンプルを冷凍庫に突っ込んで、ね、今年の仕事終了でございます。春の最初の回では桜がね、もう繁茂していた子も桜がすっかり散って、もう冬らしい風景になってまいりました。その中でなんでこいつは半袖なんでしょうね、はい、なんでドヤ顔なんでしょうね、はい、まあ、そんなクラゲさんのね、最後に向かう先は事務室でございます。まあ、年末の挨拶であるとともにね、最後の仕事をしに参ります。このクブラバリ並みの飛び石を飛ぶのも今年が最後、そして教員出勤簿にね、印を押すのも今年が最後、最後の郵便物を取ってね、事務室にご挨拶をして、今年の仕事は本格的に終了でございます。そして今年最後のドヴォルザークの鐘を聞き、カレンダーを2022年から2023年に変え、そしてクラゲさんの現在地を、出張中になってますけど、千葉へ帰省にして、いよいよ研究室の電気が消えます。はい、今年ドクタークラゲさんの研究室の営業はこれにてめでたく無事に終了でございます。それじゃあね、ドヴォルザークの家路にちなんで家路に着きましょうか。もうほとんど先生もおりませんしね、学生もいないのでここも日が暮れりゃ真っ暗になるね、それは福山大学が節電のせいだろうとは思うんだけども、まあそれはいいやね、せっかくだからね、この桜並木の桜並木だったところの横を通ってね、正門から帰りましょうか。ここの雰囲気を見てるとなんかセンチメンタルな風景になるね。まあ来週には帰ってくるんだけどさ、そんなこんなで、夕日が、まあ、あんまり綺麗じゃねえな今日の夕日はな、まあ、夕日が沈む頃、この動画最初の回でお送りしたこの福山大学の植え込みの前から、そしてこの動画の最初にねくぐった正門の前で、今年の福山大学の勤務を終わりにしたいと思います。今年はここから始まったね、福山大学には本当にお世話になりました。今年一年ありがとうございました。